にちは、あやはねまやです。髪の毛を切ってから初めて自分でこの内巻きのマッシュルームカットをしてみた。カットじゃない内巻きのマッシュルームヘアをコテでやってみたんですけど、結構うまくいったと思います。どうでしょう。ところで今日もこの日傘です。ちっちゃくってあれですけど、新しいの買うまでしばらくこの日傘で行こうかなって思ってます。今日もね、ほら向こう岸見えるかな、結構人が座ってるのでね、多分お昼時だからね、外でお昼休憩してるリフレッシュしてる人が結構たくさんいる感じです。でね、今メインチャンネルとサブチャンネルを住み分けてるんですけど、でもいっぱいね、このお洋服を買ったんですよ。でそのお洋服を買った動画は毎回メインチャンネルにアップしてたから、こうファッションショーみたいな動画今回もアップしたんですけど、その宝塚系の動画が何万回も再生されるのに比べて、今まだ3000回も行ってなくって、であまりにも需要がないとか、全然そのメインチャンネルのチャンネル登録者数っていうかチャンネル登録者に響いてなさすぎる感がすごすぎて、もう完全にああいう動画を撮ってもこれからサブチャンネルにアップしようかなって割と悩んでる、結構頑張って編集したからさ、あとナレーション楽しい感じにできたかなって思ってるんですけどね、まあしょうがないか。あとね、ちょっと待ってよ、見えるかな、見えるかな、顎がね、昨日なんかちょっとすごいなんかタンコブみたいになんか出来物ができてるんですけど、それがなんか今日すごい腫れてて、なんかちょっと顎が長くなったみたいに見えるまあいいかっていうか、まあ今日はいいんですけど、別にちょっと明日イレギュラーのね映像の仕事があるんで、ちょっとダイエットも明日のオスカルやるためにしてるのに、なんか顎にタンコブがあるオスカルになっちゃったらどうしようって思ってます。わ、すごい、めっちゃ人いるかな、見える、この河川敷のところ、すっごいよ、こっちも。すごいね、みんな休憩してるわ、お昼時だからね。さあ、ということで私もお仕事頑張っていきたいと思います。バイバイキーン。